全然行ったことない、俺の知らない文化で言うと、ゴルフ、やんないけど、見に行ってみたいなと思って。ゴルフ観戦行くじゃん。あれ、ど、どれぐらい面白いもんなんだろうって、そのきっかけになったのが、すげえことを今度なゴルフと思ったのが、あのー、伊藤園レディース、伊藤園レディースで、<laughs> 上原選手っていう選手が、 六十八打ペナルティっていう。一人でだよ。一人で、六十八打ペナルティっていうのき、え、どういうことっていう、俺、プロゴルファー猿しか、ゴルフの知識がないから、確かプロゴルファー猿で読んだのは、ゴルフってほら、ローカルルールがいっぱいあるからわかんないけど、なんか池に入ったボールを打つときに、え、その、一旦その、クラブの先を、 水面につけちゃったら、二打罰とか、あんじゃん。六十八って一旦こう、ライバルのボールを肛門の中に入れてから、見てみて、ウミガメの三なんですポーン六十八打罰っていう、フールに書いてありますからっていう。この、あの、自分、 他のプレイヤーのプレイ中のボールを肛門に入れてウミガメのモノマネに使用した場合は68打罰って書いてあるんですと。これ以前アーノルド・パーマーがやった時にはっていうの書いてるわけですから。<laughs> みたいなその、俺の知ってるやつは2打罰とかが多い。なんかまだ止まってないボールに触れちゃいましたとか、なんか俺のその、プロゴルファーサル知識で言うと、どんなに多くても2打だろうって思って、 てたんですあと、プロゴルファー猿で、スコア5期ってのがあったと思う。そのスコアを数え間違えて、それで、その、実際のスコアより多く書いちゃう分にはいいんだけど、少なく書いてる分が発覚すると、確か2打罰みたいのも、プロゴルファー猿で書いてあった。ただ、プロゴルファー猿は、ヌンチャクドライバーとかありだから。<laughs> で、もう完全にその藤子不二雄先生の、エース先生の鶴の一声で、 ルール的には問題ないって書かれちゃう。子供だから、いいのか。意外に、みんなヌンチャクドライバー使わねえな、と。<laughs> イいボミとか使えばかっこいいのにと思ってんのに使わねえなぐらいのゴルフ知識ですから、なんとも言えないんですけど、ニュースで、68度罰何やったら68度罰になっちゃうんだよっていう、チャーシュー、ドーンでもご飯がもうないんですよ。えー ご飯物ないならないけなんでホワイトボードのとこに書いてあるわけ中華丼って消し忘れて、あっぱ、それだったら絶対座ってないわ。ぴょいって打ったから。<laughs> みんなが麺で打つと思ってカメラとか寄ってんのに何かそういうショートコント的に、それもキレの悪いショートコントみたいのをやったからっていうね。あのー、でもあれですよ、あの、チャーシュー麺の方ならありますけど、もうなんかチャーシューじゃないの食べるわ。 なんつってね。<laughs> でいて。あ、でも今日あの、陳情ロースできますけども、できんとったらホワイトボードに書いとけ。あ、ついさっき太ったお客さんがいて背中でこすって消していっちゃったとこに書いてあったのが <laughs> ちょいっつって、今打つともう、カメラが汚れの68打罰っていう、ね、そういうね、あのー、やつかなと思ったら、なんか、よく読んだら、な、大雨なんだと。 で、大雨、あまりに大雨で、ボールがもう、ドロッドロになっちゃうから、その、ドロドロになったボールを、一旦拭いて元に戻すのありです、今回。っていう、特別ルールみたいのが行われたらしい。ね、行われたらしい。だからみんな、打ち終わってドロドロになっちゃったりとか、あと、ね、肛門の中に入れてうんこついちゃってるしたやつのね、<laughs> もう一人68の松田やつがいるぞ <laughs> やったやつ68だのあんな、それはな。で、その、拭いて戻すのが OK っていう、特別ルールになったらしいの。ね。ね。でいて、 それも俺、ゴルフ全然、今ぐらいゴルフ知らないから。ね。伊集院そこ間違ってるぞって言うんならば、ウミガメの下りでもう言って。<laughs> 間違ってっから。ね。で、その、えー、っと、えー、ボール吹いて、その、やり直していいですよっていう特別ルールが設けられてる会です。ね。で、言って、なんかその、他の、その、 よくあるルール、つまりアメリカでやるときのルールとか、そういう時は、ボール一旦吹いて、ドロップっつって、それクラブ一個分離れたところにボールポトって落としたところからやるっていう、打ち直すっていうルールの時もあるらしい。で、ルールの場所もあるらしい。で、上原選手は、あ、それなんだなと思って、毎回ドロップしてたらしい。毎回ドロップして、ボールを同じとこに戻さないで、ドロップして打ってたらしい。 で、それが勘違いで、19回それをやってると。で、後で気づいたんだろうね。で、それがその、19回でそれをやっちゃうと、2打罰だと。で、これでもう 19×2 で38だ。やっちゃってる上に、結果的にそれ知らないでやっちゃってるから、スコア5期になってる。その2打罰書いてないから、 その、そのうち15ホール。だから1ホールの中で2回やっちゃってる時もあるから、15ホールに関しては過小申告をしちゃってるから、この15ホールの、その、スコア5期のプラ2。だ俺の思ってるプラ2がせ、関根山だよねってのはどうやら合ってるらしいっていうか、そのプラ2でプラス30で合計68だ。すいません、68だ間違ってましたっつって、<laughs> まとめてっていう、すごいなと思って。でもさ、途中で誰か気づかない。 その辺がわかんなくて、前、今、やっちゃってっけど、みたいな。ちょ、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 って、今、肛門に入れてるよね。<laughs> 入れて、今、今、手の、その手の形、ね、手の形から、今、ウミガメをやろうとしてるよね。よ <laughs> した方がいいよ、つって。<laughs> それを後で言ってるも後で全部大会全部終わったで、すいません、私ね、海髪やっちゃったんです。いいと思って。<laughs> いいと思ってって、誰も、誰も注意しなかったから、みたいなことなのと思いながら、ゴルフまだまだ俺の知らねえこといっぱいあんなと思って、一回見に行っても、一度も行こうと思ったこともなかったから、ちょっと一回見に行ってみようかな、みたいなね。えー、えー、曲大橋トリオでリンゴの木。 でもその、上原選手、ちょっと好きになったなと思ったのは、その、伊藤園レディスの1日目でそんなことが起きて、で、68だペナルティーになるから、通算69オーバーみたいな、その普通のプレイとしては1オーバーで魔法に回ったつもりが、まあ、69オーバーなって、でもちょっとわかんないのは、これもプロゴルファー猿の知識だからなんと言えないんだけど、<laughs> なんかさ、その一緒にプレイした人が、これで間違いないですね、みたいなやつ、サインして出すみたいな、スコア表って出すみたいなイメージだ、俺の中ではで。誰も気づかなかったのかねほんで、いつ気づいたのかねあん、だってキャディさんも気づかないわけじゃんか。ずっと気づかないもんもで、言ってね、で、それを、私、実はそれやってたから、どうやら自分は69オーバーらしいですって、深刻に行くと。 言って、じゃあ、あなたは69オーバーってなるじゃん。でも、俺だったらこの時点で分むくれで家帰って不手根ですよ。<laughs> 不手根で新しいゴルフボールを使った一発芸をいっぱい考えるしかもう、ね、ないですもんね。やることなんてね。乳首が白くてでかい人。<laughs> これあんまだな、なんつって、ね。ずっとやってると思うんですけど。 ねえ、金玉が巨峰みたいな人みたいなやつをいっぱいやってると思うんですよ、ね。それやって、もう、いいや、二日目はもうなんか行く気しねえわだと思うし、危険するじゃん。だってもう、もう、どれぐらい予選通過ラインかわかんないけどさ、俺ゴルフ詳しくないけど、 その二日目、奇跡的に69アンダーで回ることないでしょねえよ !69 アンダーがねえんだよっていう。マリオ、マリオゴルフだって、1打でホールインワン全部やったって一応は18打かかるわけだから。だから、打ったやつが、もうその 1, 1番ホールで打ったやつが、その、カップにコーンって入ったやつがすげえスピンで出て2番ホールに入るっていう、奇跡の、 史上初の2ホールを1打で上がったみたいなやつがない限りは、<laughs> もうないわけじゃないですか。その予選通過しないにもかかわらずちゃんと出て、ほれでそれも私を見に来てくれたお客さんとか、私を応援してくれてるスポンサーさんがいるから、2日目出ますって出て、2日目多分ね、4アンダーぐらいで回って、結局65とか4とかで回ってんの聞いて、なんかすげえ、すげえなと思って。あのー、ちょっと、 軽く、その、単なるネットニュースなのに、感動したりとかしてて、まあ感動してる人はね、金玉が巨峰みたい人って話をするかどうかはちょっと別なんですけどね。